さあ伊藤選手も笹部選手も、まあ、お互いグランプリトップ8経験をお持ちの強豪ということですね。伊藤選手が2010年のグランプリ仙台、そして2017年の静岡でトップ8に入賞していると、そして対する笹部さんもグランプリ静岡2017でトップ4に残られているということですね。これはかなり強豪同士の対戦ということで楽しみですね。そして笹部選手はプロツアー破滅の時でもトップ8に入賞している実力家ということですね。さあこのアグロデッキ同士の白黒機体対赤黒アグロなんですが、試合のポイントどんな感じでしょうか。そうですね、やはり鎖回しが結構白黒機体は通りが良くて、このリストでまた不滅一のクリーチャーが、まあ、ある程度採用されてるんで、うん、まあ、そこで、まあ、例えば、まあ、1ターン目2ターン目に展開したクリーチャーを一掃されるようなことがあったりしたら、まあ、もうほとんど攻め切ることが不可能になるので、その辺で、まあ、一体多効果も取られないように展開しながら殴れると、まあ、白黒側は逆に上のマナ行きのライラとかのカードはすごいダメージレースの強いカードなので、うんうんうん、その辺がまあキーとなりそうですね。なるほど。さあ伊藤さんのデッキかなりベナリア氏が3枚、そうですね、うん、結構さすがデッキビルダーだけあって独創的なリストです、うん、割と。そうですね、なんか4ヤローみたいなカードが結構減ったりしてるんで、おー、まあ、かなり積極的にドミナリアのカードを採用しているといった感じですね。結構珍しいカードも1枚入ってるので、うん、この辺とか活躍したら面白いですけどね、うん、ちょっと楽しみな対決です。そして対する笹部選手は、まあ、一般的といっては何なんですが、まあ、赤黒アグロですね。まあ、先ほど、あ、ちょっと電話の方が今鳴ってしまいました、申し訳ございません、はい、はい、失礼いたしました、はい、ちょっと近くに置いてある電話が鳴ってしまいました、申し訳ございません、はい。そして赤黒アグロ、この笹部選手の赤黒アグロ、突筆すべきところポイントなんかはあったりしますか。まあ、そうですね、1マナ息が、ソンコンマ同士が、まあ、うん、まあ、3枚採用されているんで、まあ、少し早めに殴ることも見越しているような形にはなっていますけど、まあ、それ以外は特にそうひねったところもなく、まあ、一般的なリストから1、2枚各スロットが動いている程度のものですね、うん、なるほど、はい。まあ、サイドボードにこの最古最短が入っているんですが、はい、これはかなり有効に使えるんですかね。まあ、オシロコンとかに対して、プレインゾーカーテフェリーの開始にすごい優秀なカードで、テフェリーのマナーオープンというのは大体、まあ、封じ込めでオープンすることが多いんですけど、うん、まあ、最古最短だとエディクトがプレインゾーカーにも及ぶの で、まあ、しかも、第3能力ですか、うん、の能力はプレインゾーカーすることもできるので、まあ、自分の場にテフェリーが返ってくるというところまで望めるので、うん、まあ、このカードは特に多分テフェリーデッキを意識した採用だと思います。なるほど。このマッチアップだと、まあ、ちょっと軽いマナ行きのクリーチャーがそこそこ入ってるんで、でもまあライラが釣れたら凄まじいといえば凄まじいんで、そうですね、見られるかもしれないですね。さあ間もなく対戦が始まるところかと思います。現在第11期スタンダード新挑戦者決定戦準決勝のフィーチャーマッチの模様をお送りしております。両者キープしたんですかね、ぽいですね、多分始まりを待っている状態ですね、はい。先手はどっちでしたっけ。先手はですね、伊藤さんがいいなんで、はい、そうですね、伊藤さんの先手ですね、はい。まあ、アグロ対決なんで先手のテンポは結構重要そうですね、うん、赤黒も守るとちょっと弱いデッキなので、うん、左の伊藤選手が先行でスタートということですね。当然岡井選手も神になる前はこの挑戦者決定戦戦い抜いたと思うんですけれども、やはり準決勝まで来ると結構緊張感というか、そうですね、そういうものもかなり大きい。僕がやった時は確か準決勝は松本 A さんだったような気がする。確かフューチャーだった気がします、うん、確かにここまで来ると周りで残ってるのもほとんどその4人だけなんで。そうですよね、トフィちゃんも人集まりますかね、うん、そして何よりね、この後、挑戦者誰になるかはまだ分かりませんが、挑戦者の方が神と戦うあそこのテーブルというのもかなり異質な空間ですよね。ちょっとシーンとしててね、始まりました。うん、さあそんな岡井選手に挑むのは誰になるのかとところで、試合の方を見ていきたいと思います。まもなく準決勝がスタートです。
さあまずは孤立したレア、失礼しました、こちらで入るか、秘密の中庭ですかね、はい、白黒ランド処理して2ターン目、うん、この辺から多分クリーチャーが、そうですね、始めますかね。アキランゴが出てきましたね、うん、これは先手は結構強いですね。さあそして笹部選手2ターン目、まあ、赤系のデッキだと錯覚で触ることができるので、うん、まあ、ここで1回防戦に入るかどうか選択肢がありそうな、うん、ちょっと悩みどころですが、あ、結構反応見え、錯覚はありそうですね、うん、そうですね、さあ錯覚パスしましたね、うん、まあ、クリーチャーおおよそ出てくるだろうということで構えていく、またここを引いたのをなりやしですかね、うん、これなりやしはいいですね、赤系のアグロに対してはベナリア氏はすごい強いので2個出すので、まあ、火力除去でも得ができないし、まあ、アタックの発展は結構ダメージレスをまくる力があるので、うん、なるほど、ね、さあしかしこれは手放しにベナリア氏を出すというわけではなさそうですが、先ほどダメージ稼ぐことも考えて、ああなるほど、おー、なるほど、収集艇を出して、収集艇、これは錯覚以外の除去を嫌った形ですね、これだったら、まあ、マグマのしぶきとか食らうクリーチャーがいないので、なるほどなるほど、さあここで錯覚をどちらに打つのかと、ダメージレスが収集艇がいると成立しないのでそちらに打ちそうですね、うん、そちらに打ちましたね、やはり打ってきた、第3ターンこれも錯覚ですかね、うん、結構砂漠側に待ってるので後手的には理想的な展開ですね、うん、アピアナラが出ましたね、これはまた強力なクリーチャーですね、対する伊藤選手はこれにどう攻めていくのか、カーンも見えますね、そうですね、ただこのカーン結構守れるかどうかも難しいところなので、そうですね、こちらで行くか難しいですね、ベナリア氏を出してしまうと、まあ、このターンせっかく4点確実に通るところが、まあ、うん、通らなくなってしまうんですか、 2-2 だとキランゴに乗ることができないので、カーンで乗ってしまうとカーンの中精度は5なので、うん、開始早々落ちることはでもなさそうですね、うん、アタックが3点で2点だと1点しか残らないようだと、まあ、鎖回しとかで対処されてしまいますが、うん、まあ、チャンドラーがプレイヤーに飛ばなくなったので2位残るようだったら、まあ、開始も期待できそうなので、うん、こっちでいきますかね、でナリア氏もまあ早く出さないと最終モードでもう騎士が残ってないような状態になっちゃうので、うん、多少早く出しておきたいカードなので難しそうですね、うん、さあここでかなり選択肢の伊藤選手ですが、まあ、ベナリア氏出してきましたね、早めに回収しておこうということで、カーンもまあちょっと不安な守りなので、うん、ベナリア氏のトークンが出てしまえばカーンも比較的安定して着地してるので、うん、こちらの方がカーンを生かせる展開になりそうですね、結構裁かれてるので押し切るというよりはカーンのリソースでとりあえずは勝負をしようというところで行きましたね、うん、さっこは飛行機械でアタックに行くか、飛行機械だけでアタックしましたね、警戒、うん、まあのトークンなんで結構ダメージレスが向こうの自由自在なので、うん、まあ、ここはアタックされた相打ちも視野に入れて、まあ、でもピアナラがあるんですね、おここで笹部選手もキャンシングをで、まあ、サクハクオープンで構えてますね、うん、一応はでベナリシでトークン、さあそして次のターンにはベナリア氏が大爆発と、そうですね、今のとこ鎖回しが出てないので、うん、まあ、4-3 のサイズはかなり受けるのが難しそうですね、うん、鎖回しが出てしまえば一応は受けることができるの で、ね、そこも重要そうですね、このアタックはピアナラ台打ちしてもいいということでアタックに行きまして、うん、まあ、当然ブロックということでピアナラが被っているので、まあ、1枚のピアナラはなるべくアドバンテージが稼げるところで捨てておこうということでカーンですね、うん、ここで満を持してカーンですね、ピランゴも殴りませんでしたね、うん、カーンでもう錯覚と読んで中精度1がもったいないしということですかね、多分ここで中精度プラスして中6、ね、ここのめくれも結構すごいですね、錯覚、ね、を打とうとしていたのにどっちも有効牌になってしまうので錯覚をピランゴに当ててしまうと、うん、結構カーン悩ましいですね、そうですね、この手札にクサランの束縛を食らって、あでもキランゴはそうですね、食らってしまうとカーンにプレッシャーがなくなってしまうので、うん、これは難しそうですね、カーン、あクサランの束縛、はい、となると錯覚は 打つんですね、 だから錯覚を打ちそうですね、キランゴ、なるほど、キランゴを加えさせて、まあ、打たないという選択肢でもキランゴずっといたらまあ概ね無理そうなんで、うん、ここで打ってしまいそうですね、なるほど、
まあ、そう打ちましたね。こうしないとまあカーンにプレッシャーはちょっとかけれないので、うん、ダメなしといったところですね。助教を1枚加えさせたのでカーンはもうすでに結構いい働きをしましたね、うん。でピアナランを出して、うん、ピランゴとともに5点ですかね。5点ダメージですね。あとパンプ能力で6点、あカーンを処理できましたね。なるほど。おあしかしプレッシャーは思ってましたね。2点減って残りが4。いやもうこの間はかなり硬いですね。うもうちょっと今のは効きましたね。かなりレイタルプッシュ、4点が入ってソプタートークンだけで管理プレッシャーをかけないといけないんで、ピアナラの能力と合わせてもう中精度5になってしまった。途中行ってギリギリってとこですかね、うん。でもまあ除去があるんで、うん、ピアナラに打っちゃうかもしれないですね。ここはそのカーンとりあえずプラスして、あマイナスしてもキラング加えに来ました、ね。なるほど。さあここでベナリアしてアタックが4点入って16、増えてもバインディングは打たずですね。一気に重要なクリーチャーにとっておいて、まあ、キランゴをブロッカーとして立たせた形ですね、うん。これだと、まあ、タカリアで乗ることができるのでカーンの中性を使わずとも乗ることができますね、うん。これ除去とかで突破できないと厳しいですかね。うん、そうですね。ちょっと盤面が伊藤選手かなりカチッとしてきましたね。そうですね。これは無理やりもサクリファイスと合わせて3点無理やりカーンに入れる形にしそうですね。うん、リーチャー化したところにさあ、まあ、通ってから別にパンプ、パンプで1マナ、そうですね、うん、別にまあブロック不能をつける意味はないですね。ここでパンプ能力を、まあ、手札もイクサランの束縛と分かっている状態なので、うん、多分1枚なはずなので、カーンは落とせそうですかね。3回起動するとキランゴが落とすことができるので、どっちにするか悩んでますね、うん。ここはやはり、笹部選手としてはちょっとマナを残しておきたいという意図もやはりある。そうですか。2回起動だと、ね、一応サクハコオープンっぽさもありますけど、うん、まあ、でも 2枚も落ちてますし、そうですね、ちょっとキランゴに対してサクハが別に、まあ、ケアして殴らないって感じにはならないので、うん、多分キランゴは殴ってきそうなんで、まあ、ブラフしてもあまり意味がなさそうなので、うん、まあ、単純にキランとカーンどっちが今厳しいかなというふうに考えて、そうですね、で、まあ、カーンの方が厳しそうなんで、まあ、そちらをパンプしてカーンを落としましたね。なるほど。まあ、今対処すべきカードは、まあ、あとキランゴを1枚対処しないといけないし、うん、まあ、タカリアンも結構ブロック全くできなそうなので、これも厳しそうですね。落ちにクリーチャーは落ちてないかな。ベナリアシ期待期待カーンみたいな動きをしてたので、うん、まあ、とりあえず相打ちも視野に入れることはできる状態ですね。クリーチャー化しても2体だった。この騎士トークンをブロックするかどうか、結構ピアナラは今起動型能力がかなり価値が高いん で、まあ、通しましたね。さあここで6点食らってライフが10で、まあ、パスしましたかね。イクサランの束縛があるんで、うん、まあ、クリーチャー部分を1枚引いてもまだ返せないんでかなり厳しそうですね。これは途中っぽかったですね。厳しそうですね。サイクリングランドですらないんで、まあ、とりあえずキランゴはこれでブロックして3回パンプで、まあ、相打ちになるなと思って今ちょっと考えたんですね。ですね。相打ちになるから、あでもアタックしましたね、うん。あでどっちも相打ちになりました、ね。ブロックしていって1回盤面をさらにしようと、はいはい、これでまあタカリアさえなんとかできればブロックはないんで、ね、あしかもタップインなんで、こっちも多分リソースはイクサランの束縛以外はなさそうなんで、うん、トップデッキ勝負。おお、フェニックス引きましたね。1枚分リソース出たんで、これでお互い1個ずつリソース交換し合う形で、ね、もう1、でもパスしましたね、うん。これは火力除去でイクサランの束縛を避けることの受けを狙って、なるほどなるほど、最終的にフェニックスで勝とうとした。なるほど。火力除去マグマのしぶき以外だったらタカリアに打っても意味がないんで、まあ、そしたらフェニックスに打ったら価値が出てくるんで、うん、なるほど、いいプレイですね。お、栄光をもたらすものですかね。おお、いいですね。これは2体出して片っぽ束縛されても、まあ、ブロックできる状態で守りに行くか、あと墓地にクリーチャーが落ちてないので、もう特例しそうですかね、これは、うん、あ死に行きそうですね。おお、出しに行った。してアタック、ね、うん。これでフェニックスは展開するかどうか難しそうですけど、途中あったような気がするんで、まあ、でも展開しませんでしたね。うん、でこれでイクサランの束縛をとりあえず外すことができたんで。うん、伊藤さんも結構フラットしてきたので、そうですね、これはフェニックスが駆け抜ける形になるかもしれないですね。とりあえず一旦は特例が起きるまで様子を見てもいいかなと思うか、あ、打ちましたね。バリスタとかが多分入ってそうなんで、多分マナは無駄にしない方がいいんで、この方が良さそうですね。
ですね。これはフェニックスが結構駆け抜けそうですね。さあ登場しました。これは厳しいですね。フニルの視界ですか。2回やっ、ね、そうですね。ちょっとこのカードフェニックスにあまり効かないんで、1回だけ起動してクロックを落とす程度にしかならないですね。そうですね。起動しそうですかね。しましたね。あでサクリファイスが、あそうか、墓地追放砂漠があるから、なんかうまくやったらなんかできるかなっていうところかもしれないですけど、でもそっちをそうですね、サクリファイスしましたね。あれもフェニックスに対して強いカードなんで難しいところですけど、そのコンマ窓押し、まあ、それでも1点クロックなんで、まあ、徐々に結構迫ってきているんで。さあ伊藤選手としてはなんとかまた切り返したいところですが、おお、残魂は止まってますけども、フェニックスはちょっと止まらない形です ね。白いパーマネントはイクサランの束縛があるんで、とりあえずパワーは3いってるんで、まあ、殴り返してでダメージレースになるようにクリーチャーが引ければ、まあ、チャンスあるかもしれませんね。こちらは土地ですね。大丈夫、殴らずダメージレースがちょっと厳しいかなというところでパスしましたね。この悪意の騎士が現状ですとかなり、まあ、アタックしていけるような感じですかね。そうですね。フニルの視界があるんでフェニックスはブロックに回せなそうなので、ブロックに回せなそうですけどね、殴らなかったですね。アタックしていく伊藤選手、ブロックに行きましたね、なるほど。さあそしてウェザーライト読んでますね。東条さんなら楽園の騎士で乗ることができますね。このカードはリソースも供給してくるし、この状態でウェザーライト、これは強力ですね。あこれはきっと厳しそうですかね。さあ2枚目の底窓し、一気に制空権が切り替わった形になりました、そうですね。ライフも13あるんで、まあ、ダメージレス的にも孫君は大したことがないんで、もうウェザーライトでダメージ2ターン入れ始めますかね。アークイの騎士が出てきたんで、2体目、まあ、2体で、まあ、これマスブロになりましたね。ちゃんとブロックになりますね。ここでまさか角とかがあればいいんですけど、もうスタイルがないので、そうですね、ちゃんとブロックしてウェザーライト号がトリガーしますね。さあこれで4点。さあ5枚見て、カードはヒストリックなり、まあ、レジェンダリーなりアーティファクトなりが、あレジェンダリーですね。ライラがそのまま加えてライラキャスト、これはちょっと積んでそうですね。非常に佐々木選手形勢が厳しいですが、なんとかフェニックスを引いたんですが、あちょっと遅かったですね。はい、ポイフニルの視界がいい働きしましたですね。2回分フェニックスに対して邪魔をできたので、はい、さあ準決勝1本目は白黒機体の伊藤選手が勝利しました。試合はこれからサイドボードに入ります。結構シーソーゲームな感じでしたね。そうですね。ミッドレンジっぽい対決で4マナ5マナのカードが結構勝負を分かつんで、お互い対処し合った形になりましたね。サイドボード後になると多分鎖回しを嫌ってタフネス1のクリーチャーを減らそうとしてくると思うんで、まあ、メインボードに比べて鎖回しは多分効きにくくなると思いますね。まあ、今は鎖回しに当たりそうなクリーチャーも出てこなかったし、鎖回しも出てこなかった形なんで、サイドボード後、まあ、お互いゲームプラン的にはあまり大きくは変化しないさそうですか。そうですか、ね、先手と後手で結構屈折状のタカリアだとかキランゴなどのカード、まあ、結構先手は結構強いんですけど、後手の、まあ、タカリアをタカリアで受けることができないので、まあ、後手側に回った伊藤さんがその辺の機体パッケージとかを減らすかもしれないですね。多分模範的な作り手は基本的に多分サイドアウトしたいカード、それに合わせてアーティファクトも減らすことができるんで、まあ、がっつりもしかしたら除去カードとかをすべて入れる形でプランを立てているかもしれないです。なるほど。まあ、逆に笹部さんの方はまあ先手なんで、まあ、一貫して攻める形になりそうな気がしますね。やっぱり黒いカードがあると結構その受けるカードとかハンデスとかが、まあ、サイドボードに採用することができるんで、結構ゲームレンジを変えることができて、どうなるかちょっと分かんないですね。はい、ありがとうございます。やはりかなり入念に変更を行っている様子ですが、笹
笹部さんの方は結構一通り入れて全部抜くみたいなサイドボードしてるんで、まあ、結構やっぱりゲームプラン変えれるデッキだから、まあ、ちょっとしかサイドボードしないとバレるとかそういうの嫌ってるのかもしれないですね、うん、がっつり変えるかどうか難しいですか、うん、脅迫が見えましたね。なんか結構まあ、なんか弱いと言ってたソンコンマドシャ毎回抜いてるって言ってたら今回も抜けてそうですね、うん、まあ多分向こうがタフネスイッチを減らしてるのが分かってるんで、うん、トコバリスタとかも優先順位がちょっと下がってるかもしれないですね、うん、まあ、脅迫はそうですね、ベナリアシーとか機体とかそのプレッシャー部分に当たるカードにもこのマッチアップでは当たることができるんで、うん、まあ、除去とかを抜けるだけじゃないのでかなり腐りにくいと思って採用するかもしれないですね。どうなのか。あ、3枚ぐらい入りましたかね、うん、3枚ぐらい入りました。結構がっつりやはりベナリアシェットカードが結構このマッチアップ厳しそう、うん、そうですね、まあ、その辺を嫌って入れようかなというところですかね、うん、おそらくタカリアだとかキランゴーなどの、まあ、攻める部分のカード減ってなさそうので、うん、一応殴るつもりで、まあ脅迫の部分は、まあ、多少除去とか壁のクリーチャーに当たるベナリアシをどかす攻めのカードとして扱いそうですけど、うん、コントロールしきる気とかは特になさそうですね、うん、サイコ埼玉入ってそうですね。そうですね、さ先ほどちょっと話題になったサイコ埼玉ですね、まあ、ミッドレンジ同型みたいなもんなんで、うん、やっぱりカードバリュー高いカードをちょっとでも入れたいんで、うんうん、5マナのカードで、まあ、5マナのカード釣り上げることができるんで、そうですね、いいかもしれないですね。リミテッドみたいなゲーム感じ、うん、いやライラをね釣るところもちょっと見たいですね、うん、しかも生贄先がライラだったらとんでもない話ですけど、うん、さあ現在第11期スタンダードシーン挑戦者決定戦の準決勝をお送りしております。ゲームカウントは 1-0、 伊藤選手がまずは1本目を処理しています。抜けてるカードを見ると、まあ、バリスタ2枚とソンコンマ同士3枚ぐらいは確認できます ね、 そうですね、うん、まあ、バリスタを減らすのはさすがに相手も多分そこそこ分かってる人だからタフネス1なんかいないだろうというところを読んでのところでしょう、うん、なるほど。白黒機体と呼ばれるデッキ、一般的に模範的な作り手が4枚採用されていることが多いので、うん、まあ、タフネス1いじめは結構有効ですが、うん、まあ、サイド後はそういうゲームにならなそうですね、うんうんうん、逆に伊藤選手はベナリル氏をちょっと減らしてきましたね。うん、なるほど、うん、ちょっと1枚今サイドアウトしたように見えましたね。両者抜くんです、まあ、鎖回しを嫌ってのことかもしれないですけど、鎖回しが出てくると 4-3 のトークン2体というのを殴ることができないんで、うん、結構その手番が消費されてしまって結局 2-2 とか2個出しただけになってしまうので、ね、このカードも前評判に比べて鎖回しが強すぎて、そうですね、意外と活躍できていない感が出てるんで、うん、やっぱ白系のアグロとか組むとどうしてもタフネス1がいっぱいになってしまうので、うん、これミッドレンジで使わないと鎖回しがやばすぎるし、まあ、こういうデッキで使ってもやっぱりちょっと 4-3 というサイズがいまいちで活躍できないという印象があるのかもしれないですね。ただ先ほどのような展開ですとやはりまあ活躍はそうですね、攻める展開になったらやっぱり結構強いんで、うん、まあ、守りに回るときには必要ないということで5点時は抜いたのかもしれないですね、まあ、本当に鎖回し次第のカードといったところですが、タフネス1さえ基本的に抜いてしまえば、まあ、鎖回しも戦場に出たときに1点入って、うん、まあ、3-3ファーストストライク、まあ、そこまで規格外じゃないんで、そうですね、まあ、データ際に0個1をしてくるようだとさすがに規格外の強さにはなってしまうんですけど、うん、お互いにグランプリトップ8経験そしてプロツアーでの活躍もあるという強豪同士の対決ですね。準決勝フィーチャーマッチ2本目がもう間もなく開始となります。
うん、あ、こうした感じですかね。あ、なるほど。お互いのデッキシャッフルの時に、あ、じゃあ違う、期待するな、うん、そうですね。もう一方の、準決勝ですね。こちらが、準々決勝のフィーチャーマッチで勝利しました高橋選手と、準々決勝もう一方を勝利してました、エスパーコントロールの堀内さんですね、堀内さん対高橋選手がもう一方の準決勝で戦っているということになります。トップ4残ったデッキは、青黒王神、エスパーコントロール、そしてこのフィーチャーマッチの白黒機体と赤黒アグロとになります。まあ、やっぱ青黒王神が飛び抜けて一つですね、うん、そうですね。他の3つのデッキは結構スタンダード最近活躍してるデッキという感じがあるので、普通はね白なんですけどね。そうですね、まあ、黒王神はちょっと最近ちょっと勢力を減らしているような感じがするんで、うん、そうですね。やっぱ王神デッキはどうしても赤系のアグロ、うん、特に赤黒アグロはさらに厳しくて、うん、鎖回しのせいで発明の天使を横に並べても全て一掃されてしまうので結構受け切るのが前よりも厳しくなっている気がするので、うん、そうですね。意外と黒がもしかしたら王神の今の最新のバージョンなのかもしれないですね、うん。まあ、準々決勝のピーチャーマッチでもまあ非常に有効なカードがいくつかありましたね。2ゲーム目を惜しんで勝て2ゲーム目をスカラベで勝って、うん、すごい。さあ2本目がスタートとなります。では、そうですかね、ちょっとさあ音がキープですね。赤黒のタップインランドも最近はよく採用されてます、うん、やっぱりトリプルシンボルをなんとかするためにどうしても必要なカードですね。1番目にデュレスで始めました。からお互いデュレスを入れている。さあよりどり緑ですが、まあ、全て除去ですね。作白、許可の分解、栄光の時ですか、ね、栄光の時ですね。なるほど。カードはスカラベの神だとか、うん、ハズレットだとかに対処できるので、まあ、特にハズレットに対処できるところが大きくて、うん、ちょっと採用されてるんでしょうね、サイドボードに。このマッチアップだと、まあ、リムーブと普通の除去で刺して差があるわけでも、まあ、タカリアぐらいですかね、うん、それで。なんで、まあ、コストパフォーマンス的に、まあ、分解か差加工としそうですかね。うんうん、まあ、期待に対処できる差加工としておいて、期待を展開したにどうするか。あ、分解落としましたね。これだと、まあ、普通に除去1枚剥がしたことになるので、重いカードが、こっちが多ければ通りますね。さあ、そして、笹部選手、当然、アクションはないと。斉藤選手2ターン目はこちらもしました、ね。はい、リスターがありそうですけど、まあ、対して意味がないカードなので、うん、除去を打たせることなくターンを回してベナリア氏につなげそうですかね、うん、このカードはすごい除去に強いんで除去ハンドに有効です、ね。さあベナリア氏ありましたね、うん、これはエンド時に除去られてもホーンって感じなので、すごいいい勝負になりましたね、うん。まあ、先ほど見た中で錯覚があったんですが、これにはちょっと打ちづらいですよね。そうですね、今のところフェニックスを出す予定なので、まあ、一通り止まっていますが、向こうに除去があった時に無駄にダメージを食らうことになるので、うん、そうですね。まあ、最後最短を引いている、最後最短を引いてますね。それだとトークンを一掃しておかないとエディクトが弱いかと思って打つか悩みましたが、まあさすがに打たずって感じですね。でフェニックスを出していきましたね。これで、まあ、トークンはとりあえずは止まってますが、伊藤選手が2個目の騎士トークができて、手札にはカーンとバリスタがありますが、はいはい、バリスタもかなり有効ですね、うん、次のターンの 4-3 に対アタックをブロックしてきてくれたとしたらトークンになってしまうので、その時にバリスタの1点が当たるかもしれないですね。今、まあ、カーンを展開してしまうとフェニックスの4点は食らってしまいます、まあ、うん、どっちにしますかね。バリスタ先に置いちゃうと、まあ、ブロックしてくれなくなってしまうので難しいところですね、うん。カーンもやっぱり中精度6から入ると、まあ、4点食らっても2残るんで、まあ、鎖回しなどで落とすことができないので、うん、まあ、2枚ぐらいは回収できそうなので先に展開する選択肢もありそうですが、3マナのカード、あ、お、強いですね、これは強いですね。アタックまで行きましたね、まあ、厳しそうですかね、笹部さん、ちょっと、うん、かなりベナリア氏にダメージを持ってかれそうですね。このターン2点で次のターン8点、うん、
してしまうか。この手番にサイコサイトン張ってしまって、返すクリーチャーを相手に出されないだけで第3モードが終わってしまいそうなので、かなり除去ハンドなので、これはビハリアシが効いてますね。第2交換になってしまいそうな感じがします。一応 手札の錯覚でなんとかできるんですが、そうですね、これは打ちたくないですよね、あまりね。財布も持たないし、打っちゃいそうですかね。さあ、ここでベナリアシの3つ目のハンドが乗って 4-3、 1つは除去して、もう1つ除去です。なるほど、これでベナリアシは綺麗に1対2交換取った形になりましたね。さすがにちょっと8点は厳しいと。そうですね、まあ、他にまだ除去がもう2枚あるんで、最高最短のまあエディクトモードをうまく機能させるために、ここでライラとか出てきたら結構テンション上がりそうですけど、残念ながらこれカーンでしょうね、これは。あ、でもカーンでもそっか、最高最短落とすことができるんで、あ、これも結構、いい理想的な展開になったかもしれないですね。これはカーンを奪い返して、むちゃくちゃする流れもあり得る。さあ、めくれたのが排斥と、有効牌になりそうで、まあ、致命的な一押しが止まりましたね。これはキランゴとかが軽く除去されてしまうので。こっちを引いて、まあ、最高最短で、まあ、とりあえずカーンを、さあ、これでカーンをなんとかすることに成功。プレインズウォーカーも触れんっつってなるほどびっくりして、ハンデスまであるんで、まあ、これはかなり1対3効果になりますね。アドバンテージ的な、まあ、繰り返しですかね。さあ、ここで伊藤選手大最悪を引いていますが、このカードが帰ってきた感も対象できないし、相手のリソースも結構削れてるんで、まあ、あ、でも栄光の時が確定しているんで、まあ、ハンデスモードで打てばとりあえず、まあ、スカルことはないですが、相手の出てきたフェニックスとかに取っておきたい選択もあるので、これは伊藤さんの方のプレッシャーになるカードがない感じですかね。そうですね、打っていきました。で、まあ、さっきの除去を引っこ抜いて、まあ、サイクリングランドなんで、まあ、これはもしかしたらリソースに変わるかもしれないですね。さ、そしてディスカード第2モードでディスカード、まあ、土地がいっぱいあるんで今捨てたようですね。でこれだと、まあ、カーンにプレッシャーをかけれるカードを引かない限りは次のターン帰ってくるカーンが結構暴れるかもしれないです ね、 そうですね。1枚は致命的一押しで、致命的な一押しで確定しているので、まあ、バリスタはでもそっか、初手近辺からずっとあるんで、まあ、これはちょうどいいタイミングでキャストできそうですね。除去を引っこ抜いた後で、まあ、カーンにすごいいいプレッシャーになるんで、合わせて6点とか、6点というか起動型能力まで含めたら、その後バリスタも残りそうですね。さあ、バリスタを X3 で、ドローも何度ですかね。これはカーンを釣り上げて、ここでまあリソースがめくれることを祈ってプラスですかね。さあ、これはかなりここで壁が出ないとちょっと厳しそうですね。逆にエコをもたらすものとかが入ればいいんですけど、なんせ2枚のうちの1枚ですから、2枚ともエコをもたらすものとかじゃないかに加わらないですからね。あ、この銀カウンターを置いてもらえるみたいな、ちょっとカーン出せますかね、カード画像ちょっと確認しておきたいですね。なんかオーナーが違ったらダメそうな気がしますよね。多分そうじゃないとカーンお互いミラーマッチ発生したと。確かにオーナーが、ね、書いてありますね。そうですよね、お互いカーン採用してる大変なことになっちゃいます。あ、でも強いですね、強いに、ね、これはどっちもいいですね。バリスタが4-3-3、いや結構どっちも強いですね。一応イフニルの視界を起動すればフェニックスに対してアタックするとブロックされてトークンが出て、でそれをアップキープに焼く形にすれば、まあ、フェニックスは対処できますけど、まあ、カーンはもう一回掘ることができて、それで分解を開始されてしまいそうな流れですかね。そうですね、フェニックスは回収させて、まあ、バリスタのアタックで落とす形にしそうですね、まあ、そのままキャストですね。まあ、ここで他のカードがないとイフニルの視界で対処することになる、ね、あ、でも致命的な一押しがあるんで、なんかいい感じになりそうですね。そうですね、フェニルの視界で紛争が達成して、フェニックスにプッシュを打ってトークンに1点を打って、でもそれでもカーンは落ちなそうですね、この手番でカーンが落ちるとこまでいけばもう優位はかなり固まりそうですが、そこまではいけるかどうか。結構うまくやればなんかできるかなって感じですか。ああ、でもイフニルの視界を起動したアタックですかね。これ勢いに乗って自分のターンにバリスタ1点飛ばしてしまうと大変なことになってしまう。そうですね、
1になりました。先にプッシュを打つかどうか考えてますね、うん、どっちの方がいい場になるか。ここでフェニックスに1点飛ばして、うん、で出た遠くにプッシュですかね。これはそうですかね。ファンにはダメージを与えておきたいの、うん、あでもそのままアタックしましたね。ジャンプブロックの選択肢を与える形になりましたね。なるほど。さあここでブロックしなかったとしても最終的にどうせ焼かれてカーンに入るのは2点プラス、まあ、バリサで触れるかどうかの打点ぐらいなんで、まあ、ブロック化した方が良さそうですかね。なるほど、なるほど。まあ、そうですね、伊藤さん視点だと状況悪くも、あでも通しましたね。しない、通しましたね。でその後にここも除去っておこうかなってところですかね、うん。やりましたね。よかった。これは、ま、で展開も強いですね。強い。リソースを回収するか、お互いかなり枯渇してるので。なんだ、あ失礼しました、コンパスじゃなくて宝物の地ですね、はい、失礼しました。キランゴですか。結構ブロッカーとしては優秀なので、ここでマイナスで分解を取りに行くかどうかですね。もう回収しておいた方がいいですかね、うん、そうですね、回収しに行きましたね。プラスで土地がめくれても全く嬉しくない場面なので、うん、これは地図がひっくり返る前にプレッシャーを引いてダメージが稼げてないと結構3枚分の泥でまくられてしまいそうですね。キランを出して、まあ、これは結構割り下がアタックに行けなくなったので、うん、あのプッシュがそっか確定しているんだっけ。まだそうですね、まだプッシュがある。プッシュは結局バリスタの能力だけで落としてしまったので、うん、このスクライ分でも実質ドローなんで、ここで土地が弾ければ、うん、その下に送りました、ね、うん、さあサイドドローして、うん、このキランはクリーチャー化したくないですね、うん、これでアクティベートされた感も確実に落ちてしまうので、そうですね、アクティベートスタックでまあ分解を打つ形になりそうですかね、うん、どうするか。アタックはしました。で、まあ、ブロックをするかどうか、ブロックしなかったとして、まあ、伊藤さんが優先権もらった時にまあ起動するかどうか、うん、この辺で分岐しそうですが、もうそのままダメージ解決しました、うん、これはまあ分解も見えてるので、うん、お互い構え、バリスタと分解をお互い構え合って動かない形になりましたね。ちょうど5マナ残ってるので、まあ、バリスタの起動プッシュどっちもできてしまう。まんまだとそうですね、カンがもう一回起動できそうですね、うん、うん、またカンがいいめくれをしてくれると、本当に混じってると、あ、いやーが減ってしまってますね。このフェニックス回収できたらかなりでかいですね。そうですね、バリスタの起動スタックでも分解は打ちそうですかね、うん、エンド時に起動してきたら、まあ、キランは見えてるプッシュに突っ込んでも意味ないんで殴らなそうですね。出しましたね。でエンド時に、うん、そのままアンタップしましたね。分解とバリスタがずっと構え合ってますね、うん、もう動かさないという意思を感じますね伊藤選手も。スクライ下に送りました、うん、このままお互い構え合うと、うん、カーンがアドバンテージをどんどん回収していってしまうので、カーンがある笹部さんが徐々に有利になりますが、まあ、宝物の地図の方もアドバンテージを回収してくるので、うん、結構ギリギリの勝負ですね今のところ。で1点入って残りが2、ここで起動して落とそうとしてもまだ分解が飛んでくるので、伊藤さんでもまあ8マナ溜まったりしたらもしかしたらもうちょい行動の幅、うん、あでも5マナなんか結構ひねりましたね。結構すごいのが出てくるのでは、うん、あでも分解が見えてるから、そうですね、ちょっと思い直して、うん、これフェニックス回収のところまで行きそうですね。でも回収で、ね、あでアップキープ、マナを光らせるために今やるということですね。これはなるほど、アップキープにアップキープにやってそこに分解を打って3マナを多く使わせるという形で今になりましたね、うんうん、まあ、これはそうしないと缶が落とされてしまうのでやむなし分解を打ちましたので、うん、そこに缶に1点で、まあ、これでフェニックスを回収したとしたら缶は落ちてしまう
形になりましたね。お、チャンドラ、いいの来ましたね。あのこれ3マナ奪った価値がありますね。このターン、ね、あ、いやでもどっちも、あ、チャンドラのプラス能力、まあ、にしても、あ、でもプラスしましたね。かもうプレインゾーカーで、おー、なるほど、どっちも維持していいやと、アドバンテージで戦う。あ、しかもサイクリングランド、あ、サクハクが墓地に行ってしまった。サイクリングランドはいいですね。あ、はい、リング、あ、そうですね、これはいいですね。サイクリングランドで実質1ドローになったので、うん、土地の中で当たりを引きましたね。チャンドラがサラチに着地して、うん、チャンドラとカーンを落とすのはかなり厳しそうですね。でタカリアがめくってキャスト、いや一気にプレッシャーが、いいですね。で、まあ、キランゴは、まあ、プッシュが見えてるけど、あ、もう突っ込みましたね、もう、うん、さあ笹部選手一気に場が、そうですね、これはタカモンシーズだとちょっと悠長かもしれないですね、うん、もう回収した後そのカードを使うまでにプレインゾーカーの能力かなり起動されてしまいそうなんで、うん、さあ裏返ったが、さっき5マナで出し渋ったのがライラだとしても、うん、カーンとチャン、カーンのマイナスで回収したサクハクとチャンドラのマイナス能力で落ちるのが確定してしまっているの で、ね、うん、一気に覆りましたね、うん、まあ、リスタの分でプレインゾーカーにプレッシャーがかかっていたところがなくなってしまったので、消防の天使、おー、すごい、チャンドラを放置しましたね、うん、消防の天使でチャンドラのマイナス能力は点火力なんで届いちゃいますけど、これなんかカーンの中性値回復してしまうことになりそうですけど、あ、でもプラスしましたね、うん、フェニックスがめくれてそのままキャスト、キランゴを再キャスト、うん、正月の天使でチャンドラに殴りに行くことはできなそうですね、うん、あ、なるほど、そっか、正月の天使、うん、そうですね、なるほど、なるほど、カーンが父さんの元に帰ってくるんですね、ちょっと除去しづらいということですね、よくよく考えたら元は、うん、奪っているものを忘れていました、すいません。これは結構いいプレーですね、うん、すごい、さあそしてこれはむしろ伊藤さんを正月の天使を落としたいぐらいかもしれない、うん、あ、ライラは出てきた、これだと正月の天使4-5になるんで、相打ちしながら1個落としてカーンが帰ってきて次のターン、うん、フラッシュバックする形になるのですごい嫌なアタックですね、これは見た目以上にちょっといやらしいですね、そうですね、これダブブロしてキランゴを落とされると結構嫌ですね、うん、かつ懲罰の天使がいなくなってもカーンが戻ってくると、そうですね、カーンが戻ってきて次のターンまた懲罰の天使も帰ってきて、うん、これは凄まじいですね、でキランゴを差し出すことを選びますかね、あ、プライチ能力が効くことを確認してますかね、これライフリンクまでつくんで押し切ることもかなわなそうですね、うん、ちょっと一応カーンは開始に除去さえ引ければライラと一緒に一気にまくり返すことができそうなんで、うん、難しいですね、ラブブロいってしまうか、いやライラこれすごいですね、この天使が修正受けるとところ初めて見ました、ね、僕昭和の天使すごいですね、凄まじいですね、これで落として4点回復してカーンが帰ってきて戻ってきたと、これも排斥でも回収してしまってもいいですね、うん、回収しましたね、でこれで一応オープンマナー、一応宝も直して4マナーもあるんで、うん、でセットなんでいいですね、これは、うん、あ、もうメインにサンドラに打って、さあこれでかなり場はイーブンになったと、ただ除去を引かれるとライラを失ってカンも失うことになるので、正月の天使だけしかリソースがないですが、もうこれはなんか、あ、分解が、分解がある、おここに合わせてきた、でカンを失って、であとは懲罰の天使だけですかね、うん、有効なリソースは、あとは、まあ、1ドローもあるんで、そうですね、もう難しいゲームになってきましたね、うん、さあ除去に次ぐ除去の展開になってまいりましたが、お、ベナリアシュか ね、 いいですね、これはフェニックスが懲罰の天使でどかすことができそうなので、うん、この懲罰の天使というか対処された瞬間フェニックスが帰ってきてしまうので、
また笹部さんが助教を引くようなことがあったらまた覆ってしまいそうですね。とりあえずドローから入りましたね。さあ、お送信ですか、ね、送信かな、うん、っぽいですね。送信で除去してから懲罰の天使を返すとスタックで除去られなければトークンは永久追放されるので、 それを狙っていくかどうか。スタックで除去られる、まあでもそしてもそうですね、懲罰の天使は多分いつでも除去られてしまう、うん、あの懲罰の天使を返すところから来ましたね。まずは除去よりも相手のプレッシャーなどのカードに対して強いように動いた形ですかね、うん、あとはまあ除去をある程度ケアしたところもあるかもしれないです、うんうん、それでボードが 4-4 の天使対 3-3 のタカリアなんで、まあ、少し伊藤さんが有利な形になってますね。さあ、ここで笹部選手キランの進行を引いてますね。そうですね、天使は止めることができそうですね、うん、このカードは送信が当たらないのでとりあえずまだダメージを取りに行くことはできない形になりましたね、うん、これで、まあ、とりあえずベナリアシを張ってで解放のところまで待つ形になりますね、うん、さあ一歩も両者譲らない対決になってきました ね、うん、ね、さあここで笹部選手のドローは土地だったようですが、ここもターンを返していく。伊藤さんの方が送信とベナリア氏で有効リソースが多いんで、まあ、少し有利を広げつつありますね、うん、やっぱりアトキランは今のところアタックすることができない状態なので、うん、まあ、ただ伊藤さんの有利は結構懲罰の天使に支えられているところなので、あれが倒されてしまうフェニックスが返ってしまう、ちょっと一気に形勢逆転というか傾きますね、笹部さんに、まあ、分解を2枚とこの時1枚あたりはもう使ってしまっているので当たる除去も結構少ないかもしれないですね。3点火力だと懲罰の選手を処理することができないので、おっとここでバリスタ X4 X4 でかい、送信も構えてる形ですね。これはもうバリスタが勝負決めそうですね。毎ターン2個ずつ増えていくし、次のターンから殴ることもできるので、うん、そしてお、しかしここで鎖回しですか。鎖回しですね。そうです、あんまり効かない形になってますね。ちょっとこの場ではというカードですね。ただまあ岸トークンは次で攻撃してくる騎士トークンは1体止めることが、まあ、一応できるかと。そうですね、まあ、除去しない限りは、まあ、ヒランゴでブロックできなかったところをブロックできるようになる、ね、悪くはないですが、しかしバリスタがちょっと場面を掌握しそうです ね、これは笹部さんもバリスタを引いたらなんかまた分からない。そうですね、笹部さんの形ちょっと多いかな。お互い10枚ぐらい並んでるんで、そうですね、この状況でのバリスタ非常に強力ですね。モリモリカウンター乗りますからね、手番渡すたびに2点飛んできますからね。さすがに何でもとりあえず鎖回し、うん、出してブロッカーとして出しましたね。きます。さあこれで1点が飛びますが、まあ、特に被害はない状態ですね。やっぱサイドボードがタフネス1のクリーチャーが全然入ってないんで、うん、ブロッカーとしての役割しかない状態になってしまいますね、うん、さあ伊藤さん今ライフ減ったかな、1点大丈夫かな。回復もしてるのでちょっとわからなくなってしまいました、ね、さあここでベナリア氏3番目の能力化、そこでバリスターで落として攻めに行く形にしますかね、うん、どうするか、ね、さあちょっとカウンターを乗っける用の土地を分けてる状態なの で、まあ、4万やる気満々といったところですが、ひとまずはとりあえず4個あるので、まあ、チャージすることなく、うん、3-3 は落とすことができますが、あ、起動しました。一緒に殴る形ですかね。なるほど、バリスタだけ 3-3 は特にこのボードで何もしてないんで、うん、キランゴを落としてバリスタと懲罰点で殴るとか、懲罰点だけで殴るとかなんか、あ、そのまま飛ばしますかね。3点飛ばしました。なるほど、クリーチャーか、うん、先に乗せておくと2点火力とかがケアできるので、そういう形で多分先に乗せたんですかね。さあここで 4-3 になった騎士2体でアタック、これはさすがにキランゴと交換できないので強烈ですね。解放のターンがうまく使えたのはでかいですね。もうダメージレースもだいぶ有利になってしまった。猫をもたらすものとかが引ければちょっとまくりうるんですか、うん、ここで脅迫か、引いてしまう。そうですね、一応伊藤さんは確か手札に送信があった気がするんで、まあ、一応落とすことはできますけど、ちょっと勝負に関わらないカードですね。
先ほども岡井さんもおっしゃった通り、ここで笹部さんもマナフラット気味のところに歩行バリスタですね、これがあると非常にいいんですが、現状伊藤選手だけがそのバリスタの恩恵を受けている状態と。これだとバリスタ今引いてもちょっと処罰点を処理しただけになっちゃいそうなんで、うん、まあ、バリスタの方がむしろ危ないパーマネントかな。スタックで落とされるぐらいなら除去ローということで、うん、で、まあ、平地を公開しました。で4点は相打ちしてもいいのでアタックで、まあ、これはテイクですね、うん、13。手札何もないのでやむなく終了ですかね、うん、終了しました。もうこの手番でバリスタの能力と合わせて多分10点は削り切れそうです ね。多分ブロッカーは1体しかもう作れない状態なので、うん、キランゴの4マナ、ついにカウンターが3つ乗る状態になってきました。起動しました。4つになりました。さまかつ起動で起動しました、うん、5つになりました。ほぼ何もなければ削り切れる状態ですかね。カリアとなんか除去されて変なことにならないように処罰点は取っておきました、うん、まあ、やっぱり除去されると一気にゲームが傾きうるところなので危ないですからね。でクリーチャー化しました。ここで騎士トークンをブロックされてしまって、その後にバリスタを除去されると削り切れない形にはなりますが、うん、4点飛ばしてキランゴを落としてしまうとまあ、ダメージ足りなくなるので、まあ、ここは了承して、ね、うん、まあ、トークンブロックしてもいいよという形になりましたね、うん、まあ、笹部さんはそうもう除去がない状態なのでバリスターがマスブローになってますね。そうですね、うん、ジャンプブロックの形になって起動でプラス1で6で何もなければ足りそうに見えますね。プレイヤーに6点なのでどの道ですかね、うん、さあ笹部選手何か解決方法ないかとちょっと考えを揺らしますが、まあ、どうやっても B かって山しかないですかね。そう、うん、ちょっとライフかな、が多分そうですね、10だとしたら終わってそうなんで、そうですね、確認どうしてですかね。ちょっとライフがちょっとずれてずれてるっぽいですね。しかしもうまくれるカードは多分アップキープに飛ばしたアップキープなの10だったですね。ゲインのカードちょっとケアして1位というところですね。はい、というわけでスタンダード新挑戦者決定戦準決勝は白黒期待の伊藤選手が勝利しました。おめでとうございます。